高前校は大韓民国出身の同国代表の元サッカー選手、サッカー指導者。ニックネームはファンセ。ボレーシュート、ヘディングなど浮き玉に対するダイレクトシュートに優れ多くのゴールを挙げた。ポストプレーの技術も高かった。日本での登録名はファンソンホン。大学卒業後、ドイツカブリーグでプロキャリアをスタートさせ、1993年にドラフトで、 カンサンピューマに指名されるが、1対5という異例のトレードで、歩行スティーラースに入団。1998年に、セレッソ大阪に移籍。1999年3月20日のベルマーレイ平塚戦で、J リーグ初ゴール。4月24日のアビスパ福岡戦で移籍後初の2ゴールを決めるなど、24ゴールを決め、得点王のタイトルを獲得している。 同年は11アシストを記録するなど、週刊サッカーマガジン選出の年間ベストイレブンにも選ばれた。韓国人選手が得点王に輝いたのは J リーグ史上初であり、2015年終了時点でも J1、J2、J3 を含めてこの時の北田一人である。同年には J リーグたらミオールスターサッカーに先発出場し、1ゴールを決めた。年に、 韓国に復帰したが思うように活躍できず、2000年5月にサーシャドラクリッチとのトレードで J リーグセカンドステージ途中よりカシワレイソルに加入、11月18日の川崎フロンターレ戦での決勝ゴールは遺跡後初ゴールとなった。同じ韓国の孔明補、リュウ・ソテツとプレー。2シーズン半を過ごすが、ケバや韓国代表での活動を優先させたことも影響し、 セレッソ時代のような活躍ができず、2002年には、不詳で、ほとんどプレーができず、シーズン途中に契約解除された。その後前南ドラゴンズに移籍したが、怪我が治らず2003年2月に引退した。韓国代表としては、孔明保と共に1990年から2002年まで、4大会連続で FIFA フフワールドカップにメンバー入りした。1988年、 アジアカップの日本代表戦で韓国代表デビューし初得点をマークした。1990年のイタリア大会では2試合に出場した。1994年大会ではドイツ戦でゴールを決めるが、ボリビア戦では何度か決定機を逃がした。2002年大会では初戦のポーランド戦で韓国の快進撃をスタートさせる先制ゴールを決めた。 1994年のアジア大会、グループリーグのネパール戦では一人で8ゴールを挙げ11から0での勝利に貢献。同大会では日本戦でも2ゴールを挙げるなど大会得点王を獲得した。2002年大会のベスト8進出をかけたイタリア戦ではジャンルカザンブロッタに強烈なタックルを浴びせて負傷させている。ザンブロッタは交代を余儀なくされた。この時、 主審のバイロン・モレノはカードを示さなかったが、後にモレノは、レッドカード相当の反則であったと認めている。引退後は指導者の道へ進み、2007年からは、フザン・アイパークの監督に就任。2011年からはかつて在籍した、ホコ・スティーラースの監督を務めた。2012年の韓国 FA カップ優勝が、監督として、初タイトルとなった。2013年は、 初のリーグ戦優勝を達成。2015年シーズン終了後退任。2016年、FC ソウルの監督に就任し、K リーグクラシックの優勝を果たしたが、2018年4月成績不振で、辞任。2018年10月、中国高級の朝鮮人系クラブである、延辺富徳足玉クラブの監督に就任するが、シーズン開始を待たずに、クラブが、 税金未納などで破綻。公式戦では一試合も指揮することはなく、シーズン前の韓国キャンプでのみの指導に終わった。ありがとうございます。